こんにちは、交通地理アドバイザーのちゃんぽんです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今回は幸福感を感じるお金の使い方のコツについてお話ししていきたいと思います。誰だって幸せになりたいものですよね。しかし何をもって幸せと感じるかは人それぞれです。ただし人間が生きていく上で本能的に感じる幸せな気持ち、幸福感、これらにはある程度同じ条件があります。となると人生の限られた時間の中で少しでも幸せな気持ち、幸福感を感じられる方がお得ですよね。今回は世界各地の研究者による幸せに関する最新論文から幸せな気持ちを感じるためのお金の使い方のコツを3つご紹介していきます。それがこちら、コツその1、いい下着を身につける。コツその2、経験にお金を使う。コツその3、他人のためにお金を使う。それぞれ見ていきますね。まずはコツその1、いい下着を身につける。どういうことと思われるでしょう。下着は、服を着ていると他人からは見えないですから、幸せとは一見関係なさそうに思いますよね。じゃあどういうことかというと、見た目の美しい人が必ずしも幸せとは限らない。他人から魅力的だと思われるかどうかより、自分で自分を魅力的だと思ってる人の方がより幸せを感じるという研究データがあり、さらにそのような人、つまり自分を魅力的だと思っている人、すなわち幸福度が高い人ほど服装や髪型に気を使います。そんな服装とかの中でも下着となると究極の自分だけのおしゃれですよね。女性ならお気に入りのデザインなどがあるのかもしれませんし、男性でも触れた感じが気持ちいいなどのこだわりがあると思います。というわけで、多少値段が高くても自分がいいと思った下着を身につけることで格別な幸福感が得られるということなんです。次にコツその2、経験にお金を使う。まずお金に関しては皆さん多くある方がいいですよね。実際お金があまりない人よりもたくさん持ってる人の方が幸福度が高いということが知られています。しかしたくさんお金を持っていたとしても、お金がたくさんある状態に慣れてしまっていたり、お金がたくさんあっても孤独だったりすると幸福度は下がることが分かっています。大切なのはお金の使い方、どのように使うかということなんです。本当に幸福を感じる人っていうのは、高級な高額なブランドの装飾品だったり、バッグだったり、洋服だったり、時計とかなどに多額のお金を使うことはありません。それはなぜかというと、心理学的に物質的な快楽は長続きしないということが判明しているんです。物を買うよりも、例えば旅行に行くとか、コンサートを聴きに行く、美術館を見に行くなどのように何かを体験する方が長続きする幸せを感じる人が多いんです。これは物よりも体験の方が成長という人間の本質的な目的を満たしてくれるからだというふうに考えられています。次にコツその3、他人のためにお金を使う。単純に考えれば自分のためにお金を使った方が自分が幸せになれるような気がしますが、それはちょっと違います。もちろん自分にお金をかけることは必要なことっていうことに間違いはないんですけども、感じる幸福度という観点から言うと、他人に贈り物や寄付、またはボランティアなどを行った際、人は幸せを感じるんです。これは世界のどの地域、どの文化にも見られることで、人間の本質に根ざした性質だと考えられています。ここでハーバード大学の研究者らによって行われたこんな検証があります。ある難病を患い悩んでいる人たちに2年間同じ病の人の話を聞くボランティアをさせたところ、そのボランティアをした人たちの幸福感がボランティアを受けた人よりも約 7.6 倍も向上したらしいのです。この検証結果を受けて確信できることは、人は他人に親切にすることで結果的に自分の幸福度が増すのです。以上、コツ3つ、いい下着を身につける、経験にお金を使う、他人のためにお金を使う、これらを明日から意識して生活してみると、今日までよりなんとなく幸福感が高まるかもしれないですね。私もいい勉強になったので、早速下着を買いに行ってこようかと思います。今回の内容は以上です。今回もご視聴ありがとうございました。